ちょっと声が今ない。2021年6月5日土曜日、19時半になりました。19時半からの番組は、元宮城県知事浅野史郎さんで、今、障害福祉を考える。では、浅野さんよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。こんばんは。不具合っていうかですね、すいません、堀さんの使ってるコンピューター、パソコンのちょっと調子が良くなくて、皆さん画面見ていただいてると思いますけども、堀さんのところは空白になっていまして、今日は、堀利勝さんがゲストですけども、画面なし、声だけという珍しい番組にしたいと思いますので。さすが視覚障害者用ですよ。はい。視覚障害者用です。画面がないのは。あの堀さんは視覚障害者なんで、まあ、堀さん自身がこれ視覚障害者用の番組だっていうふうに言いたいですけども、ちょっと冗談でしてはちょっと私も苦しいんですが、そうですね。まあ、構わずやります。はい。申し訳ありません。いやいや。はい、堀さんようこそおいでくださいました。ありがとうございます。はい、こちらこそ。じゃあもう早速ですね、はい、始めたいと思いますので、ちょっと始まりが20分遅れましたけども、あとは予定通りっていうか、あの本来の予定通りやるので中身がちょっと短くなりますということをご了承ください。はい。でそれじゃあですね、皆様に聞いてるんですけども、堀さんの生まれ育ち、出生の秘密、どこで生まれて、誰のもとに生まれて、そして幼少時代はどうでしたかっていうところから始めたいと思いますが、堀さんの生まれはどちらですか？私は静岡県、昔は清水市で、今は静岡市清水区になってしまいました。あ、なってしまいましたね。ちょっとなんか残念ですが現れてるみたいですけど、昔の清水市ですね。はい、はい、ここでお生まれになった。ご家族は、ご家庭はどんなあれですか？5人家族で、はい、姉と兄と末っ子の3人目の私ということです。え、姉7つ上、堀さんは末っ子です。末っ子ね、末っ子ね、はい、上にお兄さんとお姉さんがいる。はい、はい、で お宅は何か商売やってらしたんですか、それとも勤め人ですか？うちの親父は勤め人です。勤め人。はい。はい。で、家族みんなで、清水で、はい、まあ、普通に暮らしていたと。はい。ということでいいですか？そうですね。はい。じゃあ、幼少期、小学校、中学校ぐらいは、その地元の学校に行かれたんでしょ？はい、幼稚園に通っていまして、ね、で小学校の上がるときに、今難病のスティーブンス病症候群っていう病気になって、ね、これは今でも難病指定なんですが、スティーブン・ジョンソン病症候群。スティーブン・ジョンソン病症候群。目の病気ですね。いや、体全身の病気です。あ、薬害です。え、薬害？はい。何の薬害ですか？いや、それはよくわからないんですけれども、ええ、おそらく歯医者に行って、ええ、麻酔の注射を打って、その時に気分が悪くなったんですけれども、それが原因ではないかというふうに思ってます。ああ、ではないかと。ええ、まあ、そうだとすると、本当、薬害。で薬害でその被害っていうか、はい、が体のいろんなところに出るってことですね。もうね、入院して半月以上が40度以上で意識なかったんです。で、小学校の1学期は ずっと入院していて、うん、2学期から清水小学校という普通学校に通いました。その時の症状っていうか、あれですか、もう失明されてた。強度の弱視ということで、うん、これはいわば後遺症なんですね。うんうん、で当時は視力が 0.03 か4ぐらいありました。あ、 0.03 か、うん、今は 0.01 もないんですけれども。
それはもう小学校の低学年1年生の時からそんな状態だったんですね。そう、小学校1年の1学期が入院していて、うん、2学期から小学校に通って、で一番前の席に座っていても黒板が見えない、で教科書が読めないという、先生の話を聞くだけという授業でした。はい、歯医者さんで麻酔の、ま、あのを受けたっていうのはいつ頃ですか？幼稚園を卒業して、うん、小学校入学する1週間ぐらい前ですかね。ですからそこまでは普通に見えてたんですね。はい、そうです。その頃までは、その時までは視力 1.5 ありました。 1.5 あった。だから全くいろんな意味で正常。それがその麻酔を受けて、はい、それの副作用、多分ね、はい、ということで高熱も発したし、はい、それから目も見えなくなって、まあ、弱視になったってことですね。はい、まあ、小児科 の、 その入院した先生が言うには、うん、その頃私目上の友達にいっぱいいて、日本平という観光地ありますよね、うん、あの日本平という山に行って、その赤旗が立っている農薬のところも行ったので、はい、医者先生が言うには農薬が原因だろうとは言うんですけれども、はい、あ、多分今画面が出てます。あ、そうですか。野間慎太郎さんの名前が出てる画面が出てます。あ、だからこれでやればいいんですよ。はい、ちょっと画面が遠いんですけど、あ、大丈夫です、うん、だからその元のやつはむしろ退出してもらった方がいいのかもしれませんけども、まあいいです、両方あっても、はい、ちゃんと画面出てますから。あ、そうですか。やっと正常に戻った。よかったです。すいませんです。はい。いろいろありましたけど、人生ね、いろいろあって。はい、まあ、そうすると、小学校は、はい、そのまま普通学校に行ったわけですよね。小学校4年の1学期まで、地元の小学校に通ったんです。うん。で、4年生の2学期から、静岡県立の静岡盲学校小学部に転校したんです。ああ、そうですか、そうです。だいたい 4,50 分電車に乗って通いました。ああ、遠いところにあるのね。そういう結局盲学校っていうのはそんなに県に何校しかないからね。私が住んでいるそのところは清水港に近いところなんです、清水市の、うんうん、で静岡盲学校は静岡なので電車を乗り継いで 4,50 分通いました。そうだね、隣町だもんね、昔のね。そうです。そうですか。いやいや、まあ、それで結局そういう状況になったっていうのはいろんな意味で不自由だし、はい、嫌だったよね。そうですね。でもやっぱり 私自身は変わらないのに、うん、4年生で静岡盲学校に行った途端に、うん、今では盲人になったんですね。目の悪い子から盲人になったんです。盲学校の子に。それはショックでしょう。ショックでしたね。で、仮にそのまま普通小学校に行ってたとしたらどうなったでしょうか。許されなかった、うん、無理やり君はもう堀君盲学校に行くんだよって言われたのでしょ。小学校の4年から社会科で、社会科で地図が入ってくるんで、地図、地理が。地理がね、うん、字が小さいものですから、うん、もうこの小学校では無理だろうという時に、静岡盲学校の先生がこの清水小学校に来て、で校長先生と盲学校の先生と私と母親で話し合って、うん、で静岡盲学校の小学部に転校しましょうと決まったんです。それは関係者みんな納得の上ですね。まあ結果的にはそうですね。結果的にそう、まあ、でこの頃ですね、盲学校がそのように先生があちらこちらの学校に行っては盲学校に入れたということで、当時私たちはそれを目くらがりって言ってたんです。ひどい言葉だねこれ。いや本当にそうなんです。目くらがりって言ってました、うん、あ、そうするとその人の実績になるの、そうやって集めてきた人の。そんなことはないと思いますけれども、うん、やはり盲学校も生徒が、児童生徒が少ないですから、うん、まあ一つの
勉学に配慮ということもあるでしょうけれども、やっぱ盲学校の児童生徒を増やすということもあったと思います。うん、まあ、そういう事情があったにしても、とにかく盲学校の方に移ったということですね。はい、そうです。そこでの教育っていうか、それはどう感じました？私はまだ小学部の時には、展示をやってないで少し見えたから、なんとか大きな字に書いた教科書、うちの親父が、父親が毎晩いわゆる大学ノートにまさに墨で字を書いてました、教科書を、うん、それでそれを読んで勉強しました。大きな字に、はい、大きな字に変えて書き写したんですね。そうです。それで算数などはマジックで計算式を自分で書いたりしてやってました。あ、それでなんとか一応なんとか読めるわけですよね。え、その頃はね、マジックとか墨の筆の字だと読めたんです。うんうん、あ、それからまたちょっと悪化してったってことあるんですね。そうですね。で、中学部から展示をやり始めたんです。そうですか。中学部になってから展示っていうのはなかなか 大変っていうか、どう大変です。やっぱ展示は幼少の頃からやると読み書きが早いんですけれども、ええ、もう中学部からやると読むのが非常に遅いです。今でもだから展示を読むのが遅いです。だからその盲学校に行ってる人はもう小学校の頃から展示やってる人もいたわけでしょ。ええ、もう1年生から展示やります。だからちょっと周り見渡すと自分がちょっと遅れてるっていうようなことになるよね、展示の。そうですね。ね、ただ弱視といって 0.05 ぐらいあると普通の漢字の墨字ってよく言いますけども、は使ってましたけども、うん、まあそれもなくなってるんですもんね。そうですね。うん、はい。でそうすると中学部は盲学校、はい、静岡県立の中学部に行ってました。中学部に行ってた。うん、その時の思いっていうか教育っていうのはどんなふうに感じてました？今振り返ってもですね、学校の先生と喧嘩ばっかしてました。そうなの？本当に。それはどっちが悪いんですか？多分私の方だと思いますが。嘘でしょ。だから私の方から見たら先生は どういうふうにおかしかったの？やっぱり うるさいですよね、先生っていうのはね。ああしろこうしろ、ああすんなこうすんなと。うん、それに反抗するわけ。そうです。だから学校に持ってきてはいけないものとかあるわけですよ。うん、めんこだとかビー玉だとか、うん、あとはおもちゃの鉄砲とかですね、そういうのわざと持ってくわけです、嫌がらせで。ああ、それはやっぱりちょっと生徒の方が悪いんじゃない？堀さんの。そうですね。だからそれは喧嘩っていうのも反抗ですね。まあそうですね。いわゆる反抗ですわけね。はい。なんで反抗したくなったんですか？それは原因やっぱり先生からいろいろ言われたり、うん、でやっぱり先生の数に比べて生徒数が少ないので非常にこうなんて言いますかね、煩わしいんですね。あ、煩わしいのね。うん、監視がきついというか。先生の数に比べて生徒の方が少ないの？少ない。だから中学部で1年から3年まで30人ちょっとなんです。うん、で先生が5人です。まあそんなに先生多くないんじゃないんですか？そうでもないの？いや、多いですよ。まあいいや、それは。先生1人に対して子供5人ですから。はい。それでそんな反抗をしながらも、そうですね、そこで普通のなんか教育は受けたっていう感覚はありますか？ああ、勉強は一応やりました。一応、宿題が毎日出てましたけど。ああ、それは真面目にやったん？宿題はやりましたね、ちゃんと。ああ、そうなんだ。それはいいじゃない、別に少し反抗したぐらいで。うん、それでじゃあ、中学校は終わって、今度、高校はどうなるんですか？当時は全国の盲学校は高等部3年とその先の2年間合わせて5年間が理療科専攻科っていうんですね。高等部理療科、ハリキューマッサージの勉強なんです。なるほど。
全国の盲学校が。全国が一律にそういうような、まあ、カリキュラムっていうか、はい、になってるわけですね。今は高等部普通科になってますけども、当時の頃は理療科というハリキューマッサージの課程しかなかったんです。で、中学の部の先生に勧められたのと、私自身もハリキューマッサージって素晴らしい医療ですけれども、もう後頭部からハリキューマッサージというものを決められるのが嫌だったものですから、うん、当時の東京教育大学附属盲学校後頭部に普通科ってあったんですね、唯一。で、東京のこの附属盲学校後頭部普通科に入学したわけです、後頭部として。転入したのね。まあ、試験受けて。試験受けて、やっぱり、高等学校だからね。でここはあの北海道から九州まで全国から集まってくるわけです。うんうん。東京学芸大学？いや、東京教育大学。あ、東京教育大学ね。今の筑波大学です。今の筑波ですね。うん、はい。で、そこは良かったでしょ。バンカラ風というか、戦前戦後の大学のような感じで非常に自由でしたね。で、今だから言えるけれども、高校の時からタバコを吸ったり酒を飲んでましたし、うん、先生も文句は言わなかったですね。それはいい学校ですねって言っていいのかな。いい学校ですね。でもだ、うん、その代わり自分で責任持つということだけありましたけども、そういい学校だ、それはね。かなり自由でしたね。うん、だから高等部3年の修学旅行は九州一周だったんですけども、うん、もう旅館でも泊まったところでもみんなで酒飲んでました。うん、そこは国立じゃないですか。国立。国立です。国立ですよね。だから東京都の教育委員会も関係ないし、うん、教育大学の付属もだから文部省も直接は関係ないんですね。治外法権みたいなもんだね。治外法権です。はい。はい、まあ、そこで教育受けて、はい、そこ3年間で終わるわけですね。普通高校だから。で、ハリキューとかそういうことやらないんですね。高等部の普通科を3年終わると、その次は今度、理療専攻科という3年課程があるんです。ハリキューマッサージの。今度は一応高等部を今終了して次の制度上厳密に言うと高等部っていうのは普通科が3年とでその次の理療専攻科っていう3年合わせて6年も制度上は高等部になるんです。うん、なるほどね。ややこしいですけど。だからそこでだからハリキューもやったわけ。はい、私はやんなかったです。やんなくていいの？だから高等部3年普通科で卒業したんです私。あ、卒業したんでしょ。はい、そっちには行かないでね。行かなかったんです。はい、で理療科に行かなかったんです。卒業してそれで次はどうしたの？次は明治学院大学に行きました。あ、今度普通大学ってのも変だけど、当時はだけどあれでしょう、大学に入るのは大変だった。入学試験どうしたんですか？明治学院大学は、うん、展示ではなくて先生が問題を出題を読み上げて、ええ、それを自分で展示でメモをして、はい、そして自分で答えを書いたものをそれぞれ別室に行って、うん、先生が私の読んだものを書き写すというやり方でした。それはあれですか、一般のあれと、受験生と問題は同じなんですか？同じ問題です。で、そうやってちょっと手間暇かかるし、はい、いわゆる試験時間っていうのは少し長めに取ってある。長くなりますね。そのぐらいはだから配慮するわけですね。で、その頃から今もそうですけども、大学受験とか公務員のそういう試験も時間は 1.5 倍になってるんです。1.5倍。これで実質平等だよということですね。うん、公平だという。それは展示という、ね、それはね、展示という特殊な試験問題の場合には、
例えば長文があって、次の A の線のところを訳しなさいと言っても、点字では そこを探すのが大変なんです。見えると、見えれば分かりますけども、手で触るから、そういう意味でのハンディがあるわけです。そりゃそうですね。はい。まあ、そういうハンディがあるあれだけど、まあ、だけど、一応、なんていうの、その最低点っていうのは、他と一緒になるんでしょ？あ、もうそれはもう当然同じです。それで当然合格したんですね。はい。で、当時は、私たちの頃から徐々に他の大学に行くようにはなりつつありましたけども、うん、戦後間もなくは、東の明治学院大学、西の同社大学と言われて、他はほとんど試験認めてなかったんです。あ、入学認めてないんです。まあ、だからそれは入学試験の配慮っていうだけじゃなくて、視覚障害の学生に対してのいろいろ配慮もあるのが明治学院大学だったんですね、東で。一番そうでしたね。その大学はほとんど視覚障害者を学生を受け入れないという。うん、まあでも幸いにしてその明治学院大学に入学して、そこではどうでした？4年間学部はどちらですか？いや、そこはね、国家秘密です。は？国家秘密です。学部は、いや、え、なんで？いやいや、あまり言いたくないんです、学部は。ああ、そうなの。いやいや、国家秘密ってないでしょ。堀さんの秘密なんでしょ。そうです、はい。じゃあ、あえて聞きませんよ、それは。はい。はい。まあ、それでやって、でも、まあ、学部がどっかは別として、その大学4年間って言うんでしょ。大学4年間どうでした、はい、大学生活は。やっぱり、同じ学年に視覚障害の学生いました？ええ、だから明治学院大学には何人も視覚障害者の学生いました。何人もいたわけね。ええ。うん、だ、教科書というのはないわけです。教科書ないの？だ、展示の教科書なんてないの？ないです、ないです。あ、じゃあもうとにかく頭で聞いて覚えるしかないね。と、あとはその普通の活字の教科書をあのボランティアで読んでもらってやるということです。あ、そういう、まあ、教育っていうか授業を受けて、はい、うん、でどうでした、その学生生活を、お勉強の面でも、それからその他、ソーシャル活動なんかの上では。あの、時代が時代でしたから、ちょうど60年代後半から70年代にかけてなので、ええ、まあ、ある意味あえて言えば非常にこう学生運動が盛んだったんですね。ああ、そうだね、うん、ベトナム反戦運動だとか70年安保だとか、うん、で私もそれにちょっと首突っ込んでましたんで。あ、そうなんだ。はい、集会やデモに行ってました。うん、まあまあ、まあ、私もちょうど同じぐらいの年代のあれですから同じようなもんですね。まあ、そうですね。そういう波乱万丈の学生生活を送って、それでまあ、卒業して、そこからどうするんですか？就職っていうのは普通は考える。はい、ところが、あの、目の見えないものはハリキューマッサージの仕事に就くのが、まあ、当たり前といいますか、できたんですけれども、うんうん、それ以外の仕事ってないわけです。そうですね。はい。でも、ハリキューマッサージには行かなかったでしょ？行かなかったんです。どうしたんですか？今考えたら非常に無鉄砲だったと思いますけど、ええ、で、大学卒業して、アルバイトという仕事を初めてやったのは、うん、品川の民間の保育園で、ええ、ホフを3ヶ月やりました。珍しいです、当時ホフっていうのは。いや、ホフも珍しいけど、視覚障害でホフ。あの、その頃はまだ杖がなくても歩けるぐらいには見えましたので。ああ、そうか。まあ、子供を見分けるのは難しかったけれども、3、4歳児を担当の、やりましたね。それはやる方も雇う方もかなり勇気がいることですよね。はい、その産休、大体あの3ヶ月産休で休む、当時ほぼさんって言いましたけども、の代わりに3ヶ月でやったわけです。あ、それでも、つつがなくやれたんですね。いや、その当時ですから、ほぼさんと私がいて、子どもたちが十何人ぐらいですか。で、私は
絵本が読めないし、ああオルガンは弾けないし、お日誌は書けないし、大変迷惑をかけました。ああでもまあ首にはならずに3ヶ月は、ええ、それは子供たちと遊んでいましたし、うん、年長組の男の子たちがむしろ私のところに来ては相撲を取って喜んでましたけど、 ある意味ではそういうその3ヶ月でもやそういうのやったら自信になるんじゃないですか。まあそうですね、うん、いわゆるハリキューマッサージ以外でたとえ3ヶ月でもホフという仕事ができたっていうのはある意味こう今で言えば社会参加が実現できたという感じがありましたね。それでまあ、ちょっと見入りっていうかアルバイト賃 給与っても出たわけでしょ。もちろんもちろんそうです。そうですよね、はい、はい。じゃあそれ3ヶ月終わったら今度また、無職になっちゃう。そうですね、うん、次はどうしたんですか。その後2年1、2年経って、うん、都立城南4学校というのが大田区にあるんです。都立の城南4学校、で都立の城南の地域から大きい都バスで、幹線道路で、スクールバスがあるんですけれども、はい、品川区は路地が狭い大きい道がない、うん、広い道がないので品川区教育委員会が品川区の子どもたちのために、小さなバスをスクールバスで出したんですね。出してたんです、うん、そのスクールバスの添乗員を1年半か2年ぐらいやりました。添乗員、はい。養護学校はその何の養護学校ですか。死体不自由ですね。まあ、知的障害もいましたけど。そこに視覚障害の人もはいないです。それはいないのね。死体不自由の養護学校です。死体不自由ね、身体障害。知的の子もいましたけど。それの、あのスクールバスの添乗員。添乗員。これなかなか難しいじゃないですか。いや、結構子供たちと冗談言って笑って遊んでましたけども、ただその父母の方たちには、視力が弱して見えない私でもいいのかということでは、教育委員会が一応承諾を得て、で父母のお母さんたちもいいですよということで、おお、それは教員をやりまして、っていうかね、うん、それで大体子供が7、8人でしたね。それはどのぐらいやったんですか。何年かやったの。2年近くやりましたかね。2年近くやったの。ええ、うん、ちゃんとそれはその養護学校の職員になるんですか。いやいや、それはあの品川区教育委員会の非常勤職員っていうんですか。あ、職員ですね。なるほどね。うん、スクールバスの添乗員担当ってことね。はい、そうです。はい、そこを何年かやって、はい、はい、次はい次って言うみたいだけど、その次どうしたんですか。いや、これ、まあ、あのちょっとそちらの方の最後っていうか、あの行き着く先は参議院議員になるんだけど、そうなるまでどういう経過をあの辿ったのかってことをちょっと言ってんだけど、あんまり一つ、それでね、もう一つはね、うん、スクール添乗員を終えてから、はい、うん、スクールバス添乗員を終わってから、はい、大田区の中途失明者のための展示講習会っていうのを区がやってたんですよ。週に1回2時間ですけども、それを10年間やりました。やったっていうのはどっち、そのあ展示講習の講師を、講師を、ええ、講師をやったの。週に1回2時間。すごい。だけどそれは小学校の時は全然分かんなかったっていうのが覚えて、今度は講師するようになったっていうんだから、すごいですね。そうですね、まあ展示っていうのはあの、うん、アルファベットと同じ記号ですから、うんうん、それは書くのはできるし、読むのも遅くても教える分にはそう問題なかったですね。うん、その大田区のそういう講習所で講師をやった。はい、それは何年ぐらい。10年ですね。10年、はい。そっから早く参議院議員になんないかな。どうやってなったんだろう。はい、それで参議院議員になったんで、私辞めたんです、展示講習の講師を。いや、すみません、突然参議院議員になるわけじゃないから、その前になんか手続きってのいるじゃないですか。はい、はい、そこのところちょっとお願いします。70年代はあの障害者運動といいますか、ええ、をやってまして、うん、まあ、80年代もやってましたけども、
でその頃は障害の持った子が、普通学校への転校運動とか、うん、地域の学校で共に学ぶとか、ね、あるいは雇用労働働くとかで地域で暮らすとかっていうさまざまな障害者運動をやってまして、うん、で81年の国際障害者年の時に総評が障害者と労働者の連絡会議っていうのを作ったんです、うん、でその障害者団体の3つの団体がありまして、当時の全障連っていう全国障害者解放運動連絡会議っていうのがありまして、うん、で障害連っていうのがこれ総評が作った障害者団体がありまして、うん、で私が代表している視覚障害者労働問題協議会というこの3団体が総評と一緒に障害者と労働者の連絡会議を81年作ったんです、うん、いわば労働運動に入ってったんですね。そうです。もともとも東京都とか、うん、特別区の視覚障害者の雇用運動だとかで普通学校に全盲の教員を採用しろというのを70年代半ばからやってました、うん、そこでそのいわゆるそういうなんていうの要望要求運動とかそういうことをやってたんですか。はい、そうですね。ああ、闘争ですよね、ある意味ね。まあそうですね。そうですよね。でそういう運動をやる中で総評のその連絡会議やる中で社会党の幹部の方とも知り合うようになったんですね。なるほど。で私のいないところで、はい、3、4人で社会党の比例区から障害者誰かを出そうということが決まったんですね。うん、それ何歳ぐらいですか、堀さんが。86年に参議院議員選挙の比例区に出て落選しましたけども、この時が私が35歳、6歳ですね。あ、35歳、6歳。あ、一回比例区に出て落選したの。はい、そうです。86年の時に。86年、なかなか1回じゃうまくいかないね。でもその候補者にはなったわけですよね、比例名簿に載ったわけですね。なりました、うん、で当時私が86年の時には名簿方式ですから固定の12位だったんですね、うん、あで当選は9人だったんです。ああ、だから自分の実力じゃないんだよね、もう最初から。あれでしょ、比例拘束名簿って言うんだっけ。比例拘束名簿ですから。だから決まってるんですよね。そうです。もうだからどんなに自分が頑張ってもその無理です。社会党としてのその票をたくさん取らなきゃ12番目まで回ってこないんですよね。だから大体10番目ぐらいは大きい組合の出身者ばっかりなんです。ああ、私みたいのはそんな当選圏内には入らないとか入れてくれないです。うん、そんな風なしてでも声かかったわけでしょ。ちょっとあれだね。だからもちろん政治家なんての全く考えていませんでしたし、うん、出るつもりはなかったけれども、うん、その障害者が陳情をする側じゃなくて政策決定の間には出すべきだっていうことで私も結局押されて、うん、まあ、半分面白そうだっていうのもあって、うん、出たという経緯ですね、うん、だけどそれはもう名簿の上の方にはそういう労働組合のがガチガチの人たちが入っているんで、はい、12位でとても、当選は無理ですねって言われてましたから。あ、もうやる前からね、その名簿で順番が決まったところでね、はい、だけどその次の今度は機会では当選でしょ。89年には今度当選しました。その時は名簿上がったの。その時ね20人当選したんですよ。おお、お高ブームってよ、お高さんブームと、あー、そうか、消費税の問題と、で、なんだっけ、総理大臣が女性問題で、うん、3つの問題があったもんですが、社会党が大勝ちしたんですね。そうです、そうです、うんうん、それで当選。当選したんです。だから見事、見事っていうか、晴れて参議院議員。その時はそれ、あれから3年後ですか、最初に出た時から。そうですね、86年で落選して89年で当選したという。だから39歳。39歳、はい、39歳。参議院ではね、だいたい社会的に一つの大きな仕事をやった方が
参議院になるケースも大体50歳ぐらいからが多いんですよね。あ、だから39歳というのはもう下から2番目というか若かったです。いや若い方だったわけですね。だからね、それは、うん、でそれで晴れて参議院議員になって、初登庁から、議会議員国会に行って、どうでした、最初行ってみて。いやもう右も左も分からないですから。右も左も分からない、本当に分からないですから、うん、ただね、当時は今厚生労働委員会ですけど、当時は社会労働委員会という、ハロイね、社会労働委員会、うん、厚生省と労働省が一緒だったんですね、委員会が。で初めて私は質問したときに、労働大臣が福島労働大臣という方、福島さん、はい、はい、でその後に熊本県知事になりましたけども、そうですね。で私が初めて質問したら、なんと福島労働大臣がハンカチを出して泣いてたと、泣いたというか。あ、その話は聞いたことあったな。それは結構ね、マスコミで取り上げられて、うん、こんなことを初めてだっていうんで。で、あれ福島さんのお子さんに障害児がいたんですか。いるんです。娘さんが重度障害児です。そうですよね。で同じ委員会にいた西川清さんももらい泣きしてたというですね。うん、なんか新米の参議院議員が2人 の、 大臣と、誰だ、西川清さん、何やったんだか泣かしたわけね。そうですね。うん、国会始まって以来と言われましたけど。あ、まあ、逆にそういうふうに心を動かすような質問をするって言うと、なんか手応え感じるでしょ。まあそうですね、確かに。委員って面白いなと思った。面白いってのも変だけど。まあ面白いって面白かったですよね、確かに。うん、それでどうですか、その国会活動の中でいろいろ感じることあったでしょう。その与党との関係とか、それからまあ国会内だってバリアフリーになってないから、はい、障害があるためにいろいろ不便もあったりとか、そういう感じるところはありました。私が当選したときに、当選するだろうというんで、参議院事務局が慌てて議員会館敷地内に展示ブロックを敷いたり、うん、各部屋 の、 ドアのところに部屋番号とか名前、議員の名前を展示で貼り付けたり、慌ててその視覚障害者用のそういう配慮はしましたけども。その頃あれ車椅子のあの人いたっけ。八代瑛太さんももちろんいました。八代瑛太さんもいた、はい、参議院で。参議院だよね。そう、参議院です。そうですよね。ああ、まあ、その辺となんかあれで共闘を組むみたいなことがあったんですか。で、やっぱり一番やったのは93年に障害者基本法の大改正したわけです、うんうん、70年に議員立法で、はい、心身障害者対策基本法がありましたけども、はいはい、これを93年に八代さんの与党と、まあ、野党代表ということで私と含めて障害者基本法という議員立法作業をやりました。あ、それはそれはいいところに当たったね。で八代さんからは法律の題名を障害者対策基本法って言ってきたもんですから、うん、対策っていうのは対象であり公害対策ということよくないからっていうんで障害者基本法というふうに題名をしたわけです。それはいいことだ、それはいいことだ、うん、一番大きな改正になったのは、それまで身体障害者と当時は精神薄弱者って言ってましたけども、はい、知的障害者の2つの障害しかなかったんです、うん、でここに精神疾患精神病者を福祉の対象にするということで精神障害者という定義がまさに身体知的精神の3障害をこの基本法で初めて制定したというのが大きな改革ですね。大きな進歩ですね、改革ですね。そうだと思います。それは物事の性質上、あれですか、与野党一致で、そうです、全員一致かな。そうですね。で、うん、八代さんの野党の方はバックには厚生省がついてるんですよ、うんうん、公安産業含めて、うん、しかし野党の私にはつかないですから、うん、そこには参議院には
立法調査局ってあるんですね、法律を手伝って、だから立法調査局の課長と一緒になっていろいろ作業手伝ったものをやりました、それはなきゃできないですもんね。できないです、はい。そうですよね、うん、まあでもそれでそれを成し遂げて、まあ、それそんなことを言ってるうちにもう任期が来ちゃう、うん、それでね、当時はもちろん浅野さんご存知のように身体知的精神というのが三極三下に分かれてたんです、うん、はい、で私はこれはおかしいから、うん、障害保険福祉局を作れってやったんですよ、予算委員会とか厚生省に、うんうんうん、そしたらこれがうまくいって、まあ、それ局を作れと言ったんだけれども局は増やせられないということで異例に大臣官房の中に障害保険福祉部というのを作ったんです、今はあの社会保護局の中に精神障害福祉部になってますけども、うん、なるほど、当時は大臣官房に三局三課を一つにして部に作ったということになりましたね。そういう頃参議院議員やってる頃に私と堀さんが出会うんですよね、いや、あの浅野さんとは私が議員になった89年の秋冬に出会ったんですよ。平成元年、平成、平成元年か、そうですね。というのはあの政治家になったからあの講演会を作んなきゃいけないねということで、うん、午後にあの同じ議員になったあの堂本明子さん、同僚議員でしたから、はい、の後にあの千葉県知事になった方ですけども、はい、3人4人で午後あのシンポジウムなのをやったんですね。でこれを講演会ということで立ち上げようということで、でもこれだけでは人が集まらないから人を集めないにはどうするかっていうんで、当時厚生省の障害福祉でピカイチに光ってるのがいるよっていうことで浅野さんということで浅野さんを午前中講演会をやったという、その時が初めてですね。人寄せパンダみたいなもんだっけ。そうですね。いや、堂本さんはね、僕前からまだあのずいぶん前から知ってたんですね。まだ TBS に、そうですよね、 TBS のあれやってるディレクターやってる時から、はい、あ、でそうか、堂本さんなんかと組んで、そうです、同じ会派っていうか同じ党ですもんね。同じ党だから、浅野さんとは31年前からのお付き合いさせてもらってる。それがなんか品川区でやったんですね。そう、品川区でやったね、会館で、なんとか会館で、はい、あ、そこであれがなんか喋ったわけね、私が。講演会やりました。講演会やって、その後それもちろん講演会とそのあの浅野さんの講演とは午前と午後は全く別個なっていうね、ね、官僚法が私の政治家のとこ入っちゃまずいので、そこは表にきちっと分けてやったんです。午前中は浅野さんの単独の講演。うん、ああ、それは別ね。うん、別で。ただたまたま時間的にちょっと近かったっていうだけね。そうですね。そんなの私知らないですよ。知らないで言ったの。うん、ああ、そうですね。か、ちょっとわずかに覚えてますけどね。まあそこからでも私もあの堀さんっていう人いるんだっていうことを分かってきて、あといろんなところでちょこちょこっと会ったりしたんですよね。そうですね。だからその頃だから僕はもう北海道から帰ってきてからのことだから。あ、そうです。ちょうどね、浅野さんが生活課長やってましたね。はい、生活課長やりました。だからもう障害福祉課長で、で北海道行ってて戻ってきて生活課長やってました当時は。その時北海道行って戻ってきて障害福祉課長なんです。そうですね。で障害福祉課長の次に生活課長やったんです、ね、その次に生協担当の、うん、で、あれなんとなく堀さんは北海道に縁があったっていうか、よく足出して、うん、そうです、89年90年の頃から北海道札幌には年に2回、3回で行ってまして、うん、で行った時にはあの今でもお付き合いさせてもらったの横道知事、横道高弘知事、知事室に行ったり公邸に行ったりして、うん、行ってまして、したらあのいや北海道にはあの厚生省から優秀なのが来るんだよって言って浅野さんのことを言ってましたし、うん、で山崎史郎さんという社会学部長までやった方が、はい、ちょうど浅野さんの次ということで
で、横道さんから。私の次の次ぐらいですね。それぐらいですかね。で、うん、横道知事から会ってきなよって言って、その時初めて山崎史郎さんと会ったんですね。ああ、同じ史郎でね。そうですね。うん。で、それ以後も、だから、厚生省のいろんなことではお話しさせてもらってましたけども。うん。僕ね、堀さんと一緒に札幌に行ったってのを覚えてますよ。ああ、そうですよね。講演だかシンポジアありましたよね。うん、あの飛行機一緒に乗ってね、私なんかあのガイドやった。はいはい、手引きしてもらいました。え？うん、全然慣れないあれで、うん、そんなこともあったりしたんだけど、はい。はい、それで、参議院議員、残念ながら再選はなんなかったんだっけ？なんなかったです。ああ、そうすると、まあ、参議院議員は卒業ってことですね。それで卒業したんですけども、ギリギリのところで、ゴールドプランとエンジェルプランという数値目標を入れたプランがあるのに、なぜ障害者にないんだって予算委員会で勝手にノーマライゼーションプランを作れってやったんですね、うん、ところがもう私ギリギリで、議員落ちてしまったら、その当時自社座政権だったんです。で、自社座政権の与党の福祉プロジェクトが開かれて、うん、96年か。そしたら私に声がかかって、うん、プロジェクトに参加しなさいって言うから、はいって喜んで参加して、うん、でそこで、障害者プランを作ったんです。その頃はもう議員を辞めてる時、ノンバッジ議員辞めてました。ノンバッジで、だけどまあ、うん、だからノンバッジの唯一私をプロジェクトに入れてくれたんですね。あー、なるほど。で、1年間そういう障害者プランと、あと介護保険の原案を作りました。介護保険法の。あー、よかったね、そういうのに関わってね。よかったです、はい、うん。それで今度そこからは自由に動き回ることになると。っていうよりもね、うん、社会党が分裂するんですよ。96年だったかな、うん、で社民党になるんですね、うん、社会民主党、社民党に、うん、で三宅坂のすぐ国会図書館の横っちょにある社民党本部に3年近くいました私。ああ、そうですか。だから永田町にはずっといたって感じですね。ああ、そうなんだ。勉強会に出たり、どっか視察に行くにも誘ってもらいましたんで、社民党本部からよく議員会館、国会には通いました。うん。そして、そうこうしてるうちに21世紀になる。いや、まだね、それで95年で落ちて3年間浪人をして、うん、98年に、うん、今度は民主党から出ることになったしたんです、うん、で比例区では当選の可能性もないので、うん、どうせ落ちるならやりがいになるということで、うん、出身の地元の静岡県から出ることに決めて選挙運動やってたんです、うん、98年に向けて。おうおう、はい、で民主党の本部の幹部から、うん、静岡県は民主党がもう労働組合が推薦する候補者を決めていたので、うん、比例区が出てくれっていうことになったんですけど、うん、それはすぐはいとは言わないで、うん、地元選挙区で頑張って選挙運動してたんですね、うん、でギリギリになって比例区になんとか来てくれっていう、まあなんとなく恩を売ったかのような感じで、うん、したらその時の98年の時の民主党が12人当選できたんです、うん、で私が11番目だったんです。あ、その時比例区で出たんだっけ。もうそう、その時また比例区出たんです。あ、選挙区で。うん、で12番目が野球のプロ野球の何ですかが12番だったんですね。うん、何ですか、名前をおっしゃってた。え、元プロ野球の選手の、名前出てこないですけど、江本。あ、そう、江本さん。江本さんが12位で、私が11位だったんですね。うん。で、江本さんは選挙運動やってましたから、支持者の署名を二十何万署名で集めて、党に出してるんですけど、うん、私は何も出さなかったんですね。うん、なんか、不満も言われましたけども、江本さんから。うん。まあ、それでめでたく11番目なので、
12人で中に入って当選したという民主党の中で。そうだよね、うん、はい。今度は民主党から出た。そこからまた議員として活躍だ。6年間。ね、だからその頃は僕は知事やってたんだな。そう。それでね、浅野さんは多分覚えてないと思うけれども、議員会館に私がいた時に部屋にいたら、お昼頃電話が来たんですよ、浅野さんから。うん。うん、秘書が浅野さんから電話ですって電話に出たら、うん、浅野さんが今東京駅にいるんだよって言うわけです、うん、え、なんで東京駅って言ったら、いや今から宮城県の県知事選に出るんだよっていう電話になって、うん、県知事選に、あ、知事選に出るっつって電話になって、まあ、93年ですよ。93年かな、うん、その頃、うん、あ、ちょっと時間は遡るわね。うん、そうそうそう。うん。あ、それで僕、その間際にっていうか、堀さんに電話したんだ。うん、東京駅から電話かけてきたんですよ、公衆電話。ああ、もうなんか、笑おもつかむ、誰でもいいから、ちょっと、応援してくれる人、力づけてくれる人が欲しかったんだね、多分。そうだと思いますね。で、ところが、社会党も、自民党も一緒になって候補者を一本化してたんですよね。そうです。自民党か社会党まで。そうです。はい。民社党も。そう。で、浅野さんは無所属で当然出ることになってるわけですよ。はい。で、私が応援行くかどうか迷った時に宮城県本部から来るなって言われて、うん、応援に。うん。で、全国の障害者団体が浅野さんをみんな応援に行ってたんですよ。うん。なんでおめえ来ねえんだよって怒られましたけど、行けなかったですね。応援に来なくても一応勝てましたので。そうそうそう。よかったです。あ、そんなこと、まあね、それはやっぱり党に属すれば、どうしても党の言うことを聞かなくちゃいけないっていうのは、それはしょうがないですね。はい。まあ、そんなことがあって。ありました。うん。だからそうすると、もう一回当選して、いつまでやりました？参議院2004年までやりました。2004年までやったんだよね。だから21世紀にまでやったわけですよね。で、2001年に比例区の制度が変わったんですよ。非拘束名簿方式になったんですよ。うん、じゃあとてもじゃないけど、自分で稼がなくちゃいけないよね。私のような草の根やってきたような力のない議員は当然もう不可能です、当選は。そうですよね。ということもあって、集めなくちゃいけない。2004年で辞めたんです。ああ、しょうがないな、それは。そういう仕組みが変わっちゃって非常に不利になるんですもんね。そうですね。うん。その 2期目っていうか、2回目の参議院議員時代の後、思い出っていうのは何かありますか？そうですね。特に一つだけ言えば、環境委員長やったんですね。うん。で、それまでは私もご利用しっていうか、あんま主張しないで、目が見えないと委員長難しいねって雰囲気だったもんですから、うん、あまり要求も出さなかったんですけど、まあ、国対委員長から環境委員長やってみないかって言われたものですから、うん、じゃあやりますと言って やったんですね。うん、よかった、いい経験。もちろん目が見えないから、うん、議員が手を挙げても分かんないですから、はいと言ってもらうようにして指すと。で、まあ、大臣まではちょっとそこは失礼だっていうんで、大臣以下の局長は何々局長の誰々ですと手を挙げてもらって言ってもらったんです、うん、で私が誰々局長と指すというふうに。ああ、で委員長席の右後ろに事務局の方が座って、うん、私にいろいろこうですああですというふうに伝えるということで。面白いって、いい経験だったね、それは。いい経験でしたね。よかった、よかった。で、1年間やって、で、いや、見えなくても、そういう委員長ができるっていうのが分かったものだから、その時視覚障害者の議員ネットワークを作ってまして、十何人で、うん。で、地方議員の全盲の中でも、副議長になったり、うん、委員長になったりっていうのができたんですね。ああ。これは画期的でした。議会側も少し変わりつつあったわけですね。そうですね。うん。これでちょっと話が飛んで、今、かなり重度の、はい、障害の人、お二人。村英子さんと船子、うん、はい。こ
これについてはどうですか。もう堀さんからだいぶ時間が経ったことだけど、あれは画期的なことですわね。あれもそうです。まああれが特定枠で当選できたっていうことはね、やっぱり良かったことですし、れいわ新選組は2人の柔道を1番2番にしたということで、で木村英子さんももちろんそうですけど、私はそれ以上にこう想定外だったのはやっぱ船子さんなんですね。うん、柔道の障害者も当然議員になるべきというふうには、あの以前にもそういう選挙に出よう議員になろうっていう、もう90年代からやってきましたけども、船子さんのところまで失礼で怒られますけども、やっぱ私にとってはもう想定外でしたね。まあ船子さんはまたあの障害の中でも ALS ですもんね。それでまあ喋るのが困難ですから、喋れないですもん ね、まあ、そこまでちょっと私の中では想定外、すごいなとやっぱり驚きました。うん、これもその比例区っていうのがあるから、ええ、1番2番になって、これはやっぱり画期的なことだから、今度国会の方でいろんな意味でも変えなくちゃいけないですね、運営も。ただその今も非公職名簿ですから、一人でいっぱい票を取らなきゃ当選できないけれども、自民党が鳥取島根と、高知と都市、あれですから、つまり特定枠っていうのを認めたんです、したんですよね。昔の公職名簿を使っていいかのようなもので、だから1番2番っていうことで船子さんと木村さんが当選できたんですね。うん、で比例票が228万票ですか。うん、で山本太郎さんが190何票取ったんです、確かね。うんうん、で船子さんと木村さんは数千票だったんですかね、確かに。普通の非高速名簿なら当選できなかったけれども、特定枠を使ったんで当選できたという、これ選挙制度の問題なんですね。うん、まあ そこをうまく結果的には利用したっていうね。画期的ですよ、そこ。画期的にね。うん、はい、想定本当できないぐらいのあれだったんだけど、大した。これ、このことにどんな期待を持ってますか？いや、まずはだから木村さんと船子さんが国会議員として存在することが非常に重みを持ってるっていうのがまずありますね、前提に。うん、そして自分の経験も含めて、あの県上の議員には気づかない、あるいはあの委員会では取り上げられないようなことを取り上げて大臣にいろんなこう答弁を引き出しているという意味で画期的ですね。うん、そうですね。まあそういうところをこうなかなかうまく出していくのは難しいんだけど、だんだん変わっていくでしょうね。そう思いますね。期待したいと思いますね。はい、うん、それからまたやっぱりこれあの重度の障害者にもちょっと勇気を与えるっていうか、ということにもなりますよね。そうだと思います。別に国会議員にならなくてもいいんだけど、ああいうような活動もできるんだっていうことはすごく勇気を与えるかなと思うんですよね。はい、そうですね。はい、今度はあの堀さんのことですけども、はい、もう完全に参議院議員は卒業して、はい、でも政治活動からも少しは相当離れたでしょ。もう直接政治家というか活動から離れたら、国会議員とはもうつながっているようなやり取りをしてますけど、それは政治活動とはちょっと違うかもしれない、だから今は堀さんよく本出してるじゃないですか。その度になんか送ってもらって申し訳ないですけど、あ、はい、後でちょっと宣伝させてもらおうと思って持ってましたけど、宣伝させてもらおうと思って持ってました。宣伝 今した方がいいかもしれない。まあいい、後でもいいけど、まあそのいろんなところで結局自分 の、あの意見っていうか評論っていうか、あれじゃあ、はい、その中で最近のあれでやっぱりちょっと山入園事件のことについて、随分いろんなこと やってる言ってるので、はい、この辺についてちょっとお話しいただけますか。はい、やはりあの戦後こんな事件が起きるとは思わなかったというか、言い換えればある意味起きても仕方がなかったようなですね、事件かなと思いますけども、
この事件をどういうふうに理解するかっていうのにいろんなこう切り口というか見方があると思うんですね。で、私はこの山入事件における三位一体の原因説というのを去年の11月に、まあ、書いたものがあるんですね。で、それは3つの理由原因があるんだと。で、1つは上松仁という個人的性格がこの事件の原因だと。で、検察の、精神鑑定では パーソナリティ障害というふうに鑑定で出たんです。それは自分自身の評価は高くて、人が自分を評価する以上に自分自身を高く評価するということで、彼は大学時代に美容整形したり入れ墨を入れたりと、つまりかっこいい強いものに憧れる、裏返せばそういう意味でコンプレックスというものを非常に深く抱えてしまった、そういう性格が彼自身が歪んだ正義感といいますか英雄主義的なものを持ち合わせているというのが一つの彼の性格が原因かなと。で、二つ目は津久井山入園という入所施設の中での障害者に対する処遇、扱い方、見方、それが彼が裁判の時も言ってたけれども、先輩の職員たちは、まあ、こんなら2年3年すりゃなれるよというふうに言われたけども、彼はそのなれるごまかしが非常にこう歪んだおぞましい方向に行ってしまって、車椅子に石を縛られているような動物みたいな障害者なんだと、で役立たない障害者なんだというふうにして、やはり山入れの中で彼は障害者に対するこう否定的な、役立たないというふうに、その施設の中で、入所施設の中で彼は2つの目の原因に置かれたと。で、3つ目はトランプ大統領が最初に大統領になった時に選挙運動で排外主義というか、そういうことをやってきたことに対して、上松聡はトランプを非常にこう共感持って尊敬してるんですね。そういう分断というか、自分は世界のために役立つ人間になるという、でこういう英雄主義的なものと含めて、個人的な性格と入所施設での環境と英雄主義的な、これ私はこの3つがこの事件を生み出したというふうに見てますんで、この3つを総合的にどう理解して、施設の問題、あるいは現実のこの社会の問題、障害者の置かれている状況環境をどう変えていくかっていうのが私たちの課題かなというふうに思っているわけです。まあ、こういう事件が起きてしまって19人の尊い命が失われたってことがあって、これ大変残機に耐えないっていうあれなんですけども、はい、我々はここからまた何か学ばなくちゃいけないっていうかね。そうですね、この事件を今原因はこんなことだっていうふうな分析もされた中で、これをこれからの障害福祉行政なり障害福祉に対障害者に対する見方みたいなものを変えていく、そういう契機としてどう考えますか。これからこれを、まあ、いわば 教訓としてっていうのも変ですけども、これを踏まえて我々の進むべき道みたいなものについて、私なり私たちっていうのは70年代の頃から、まあ、あの当時は過激な言い方で施設買いたいって言ってたんですね。今はまあ出す施設というんですけども、はい、やはり基本的には施設ではなく地域で当たり前に誰でもがどんな重度の障害者も暮らせるというね、ここはやっぱり目指すべきであって、施設を私は基本的には容認してはいけないという。ただ家族にしろ本人が追い込まれて施設に入所させられてしまう、してしまうという、この現実をどう変えられるかというふうに大きな、まあ、課題があると思うんです。で、以前浅野さんにも講演シンポジウム頼んで来てもらった時に、終わった後ちょっと一杯飲みながら話した時に、浅野さんがその施設を解体、脱施設と言っても解決つかないから、一生
その施設で過ごすんではなくて、少なくとも5年ぐらいいたら施設が出るような、やっぱり経過施設として見るべきだということを言われてたんで、ある意味一つの現実の解決は、一生も施設に閉じ込めてしまうんではなくて、少なくとも何年間かいたらもう地域社会に出るというね、そういうやっぱシステムにしていかなきゃいけないかなというふうに思ってますけど。まあその議論したことを覚えてるんですけども、はい、その時にちょっと私の方から言うと、それはねシステムを変えるっていうのと違うんですよ。具体的にはですね、まあ、あの時もちょっと議論しましたよね。やまゆり園の運営者を変えるべきだと。これはねシステムじゃなくて、でだってあのちゃんと立派な施設もあるんですよ。どんどん社会に出していく、はいはい、出していくっていうのは、なんかどこが違うのか、それは運営者の哲学がないってことなんです。はい、そうですね。うん、でそのまさに哲学がない、その理念がない、ノウハウがないっていうのが、あのやまゆり園を運営していた、神奈川共生会だっけ、ちょっと忘れちゃったけど、神奈川共同会、うん、で それを変えなくちゃいけないって言って、まあ今そういう方向にはちょっと言ってますけどね、まあそんなことをちょっとここで言ってもしょうがないんだけど、はい、そんなことで、これをただあのこんな事件が起きちゃったってことで済まされないってことですよね。そうですね。我々っていうか、あと一般のっていうか、その障害福祉関係の人たちだけじゃなくて、はい、一般市民としては、これはこの問題をどういうふうに捉えたらいいんでしょうか、これを契機に。あ、この事件を契機にですか。よく言う、これはあの優生思想ってことが出てきますよね、はい、松里氏。その時にその文脈で、我々の中にも、我々って、まあ、私は入ってないつもりだけど、あの一般の人の中にも内なる優生思想っていうのがあるじゃないですか。ありますね。ね、みんなその口には出さないし、はい、まあ自分がこれ優生思想ってこと分かってないけども、やっぱり心の中じゃ、いや障害者なんて生きててもしょうがないんだ、まあ、まさに殺すってまではいかないけども、生きててもしょうがないんじゃないかと思ってる人はたくさんいる。これ内なる優生思想っていうんです。そこのところにどう働きかけたらいいんでしょうかね。やっぱりあれですね、その優生思想ということを前提にしながら、要するに世の中に役立つ人間と役立たない人間で、能力主義ってよく言いますけども、能力があったものはいい暮らしができて、能力のないものは自己責任として不安定な生活になってもいいのかどうなのかって、そこを自ら問うことが重要だと思うんですね。だから障害者の問題を考えると同時に、健常者も自分たち一人一人がその今の社会の中で自分がどういう立場に置かれているのか、その能力あるいはそういう格差という問題を障害者の問題にまでこうつなげて考えるってことが必要だと思うんですね。障害者の問題を他人ごとに考えるってことではいけないと思ってます。堀さん、あと、あの、堀さんの、その、左に、最新の本が、重度障害者が国会の扉を開くという本が出て、はい、画面上見えてますけども。あ、そうですか。はい。この本についても PR してください。ぜひ。ですね、これは、この4月に、朝日新聞の記者になった、千葉県支局に今、記者でいますけども、一橋大学の社会学部の政治専攻でこの3月に卒業した時の学士論文卒論をですね、まあ、このままじゃ本になりませんから、手を加えたり加筆して一冊の本にまとめたのが、重度障害者が国会の扉を開くっていう本なんですね。でこれはその上保さんっていう、卒論書いた方が、木村英子さんと私のインタビューをしたり、あと国立で、頑張っている、カタツビルが書いてありますけども、いう人たちの意見をまとめたもので、で彼自身が政治学あるいは社会学からその辺のところを分析した卒論を手直ししたり、あるいは私があの95年に現代書館から
生き様政治のネットワークという、十数人が地方選挙に出た人たちの記録をまとめた本、これを読後感を加えて新たにこう加えてですね、で本の後ろには、視覚障害者議員ネットワークというのを2000年の頃作ってまして、2003年にそのパンフを30ページの作ったものをそのまま貼り付けるようにして資料に後ろに載っけて252ページの一冊の本にしたというのが内容で、で木村英子さんと船越さんの議員活動や、選挙に当選したことを取り上げながら、で私の問題も取り上げながら今のようなあの一冊の本にまとめ上げたということでは、日本の政治、日本の政党、選挙制度、あるいはその背景としての社会の問題、そういうことをテーマとした一冊の本だということで、ぜひ読んでもらえれば、政治の問題、社会の問題、障害者が置かれている社会的な非常に厳しい状況が、見て取れるかなと思ってます。これはだから重度障害者の問題であると同時に国会の問題でもあって、これを契機に国会も変わってほしいってことですよね。そうです。で社会の問題でもあるんですね。社会の問題でもある、うん、例えば、ね、女性の問題で言えば、直近で世界経済フォーラムがジェンダーギャップ指数を直近で出したものを見ると、156カ国のうち女性の社会参加っていうのは120番目なんですね、日本は、うん、つまりそれほどおじさん社会でもあるし、女性が社会的地位が低い、社会進出が進んでないということは障害者も全く同じことなので、政治を変えると同時に今言った社会参加、社会進出を変えるという、まあ、車の両輪として考えるべきだというか思ってます。はい、堀さん、堀さんからいろいろ喋ってもらうこともあるんですけども、ちょっと参加者がいるので、むしろ参加者から問題提起っていうか、はい、あれをいただいた、 それに対して堀さんに反応してもらうって形で、ちょっとここからあとは進めたいと思うんです。9時半まで。はい、いいですか。はい、はい、ということで、私がね、勝手にこうやって顔を出てる人を当てるんです。あ、そうなんですか。中澤健さんがなんか身を乗り出して見ていたので、まず中澤健さんに今の堀さんの話の感想、コメント、質問、何の口火を切ってください。どうぞ。初めから聞けたのかな。途中から入っていった。ちょっと聞けたよ、ほとんど。一番初めのところが聞けなかったところが。一番初めのところは、まあ幼少期の頃とかそういうことだったんで。あ、そうですか。まあ、最近のことでいいんですよ。いや、いや、いろいろ思い起こす部分もありながら聞かせて。あれ、中澤さんと堀さんとは接触あったっけ、どっかで。ご記憶はないでしょうけれども、ありました。あった？ごめんなさい。障害者団体の、確か、選挙の後ですね、参議院になられてから、はい、団体の陳情に一緒に来られて、その陳情の、まあ私はその当時厚生省の職員ですから、受け手側としてこうやり取りを多少したことがありましたから、そういう意味でも大変懐かしく、声も含めて、あまりお帰りになってないなと思って、ありがとうございます。お話を聞かせていただきました。今喋ってるのは中澤さん、はい、中澤健さんで、私が障害福祉課長の時の障害福祉専門官、まあ、その前からやってらしてね、はい、という方です。はい、で私が91年の12月に当時の厚生省障害福祉退職しましたので、議員になられてからそんなに長くはなかったですけれども、う
でも、あの陳情に団体の人たちを伴って来られて、2度ぐらいはお目にかかって、あのお話をさせていただいたことがありました。ありがとうございました。あの今日 の, あのその前、あるいはその後のことについても大変興味深く聞かせていただいて、ただあの最後に話された津久井やまゆり園の事件のことに関して3つのことを言われた、ああそうかと 思いましたけれども、あの私はそのもう一つ、私自身の思いの中にもう一つ、あの事件にはあの今の日本、今のというか、あの当時もあの日本の社会の問題、日本の社会からそのこう何て言いますかね、心の膨らみみたいな、精神性みたいなものがどん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 抜けていってる、今もそうですけれども、あの時代のそうした問題っていうのももうちょっとあるんじゃないかと思いながら、あの、もうちょっと考えてみようと、私なりにあの津久井やまゆり園事件は非常に、その当時マレーシアにいたもんですから、あの直接日本にいてとはまた違った形で感じるものがあったんですけれども、あのそのことを言いましたね。はい。顔出してる人も少ない。佐藤進さん。どうぞ。はい、どうも、こんにちは。今日は うっかり、ちょっと忘れてて、8時過ぎにしか参加してないので、お話は半分ぐらいしか。8時過ぎに始まったのよ、これ、ちょっと遅れて。あ、そうですか。うん、あ、少し遅れたぐらいなんですね。森さんとは特にあの直接個人的にお目にかかったことはないですが、浅野さんが何回か開いたパーティーで時々お目になってたような気がします。でその時にお見かけ、したことがあって、今日のタイトルっていうか紹介にあるように、まさにその全盲の国会議員、初の国会議員として活躍されていたことも、報道等を通して、承知している程度です。今日いろいろお話の中で、最後の方に、さっきも中澤さんがおっしゃってたけど、やまゆり学園の問題で、あの時、浅野さんも今日、そういうフレーズを出されましたけども、あの内なる優生主義って優生思想、はい、あ、優生思想っていうね、ことがあれ以来よくあちこちで語られるんですけども、あのまさに内なる優生思想であって、それはおそらく多くの人たちがごく素朴な心情として持っているものだというふうに私は思っていて、例えば自分の子供が生まれてくる時にも健康な子供でよかった、もっと言えば五体満足でよかったっていうようなことをごく普通に思いますし、それから自分の人生観の中でもいろいろと勉強というような日常的なことでさえ、人に負けたくない、少しは頑張ろうで、周りに、よりもあの少しでも優れていたいというような当たり前の競争心はありましたし、スポーツの部活でもそんなふうに思っていて、で、練習に不熱心だからあいつは弱いというふうに思ったり、もっと筋肉をつけなきゃあいつは強くなれないと思ったり、
そういうようなごくごく素朴な人に勝っていたいというような気持ちは誰もあるだろうと思うんです。ただそのことと他者のが生きているということに対してそのことを自分もよく生きたいけども他者も同じような思いで同じような気持ちで人生を生きてるんだっていうことをちゃんと理解するっていうことでその素朴なレベルでの優生思想っていうのはまさに内なる優生思想として自分の中でコントロールできると思うんですね。で僕はこれで言いたいことは内なる優生思想っていうようなことを言われるとみんな心にこうぐさっと腐るんですけどもむしろそういうことを思うのは当たり前でそれを決して外には持ち出さないっていうことをコントロールすることが人間の感性の問題であるとか知性の問題であるとかそういうこととして解決できないかと解決できない捉えることができないかっていうふうに思うんです、一人一人の人々が卑近な言葉で言えばお互いに思いやりを持つというような気持ちを育てるそれからお互いに存在を認め合うというような認識を育てるっていうことで、そのいわゆる内なる優生思想を持つことが悪いのではなくそれはもう多分自然に備わっているもんだろうと思うけどもそれを自分自身がどういうふうにコントロールできるのかコントロールするためには自分自身がどんな力っていうか考え方や生き方を模索していくかっていう課題として提起しないとただ誰にだってこんな優勢思想があるだろうってそれがもしかしたら上松のような人間を作り出していたかもしれないってことをみんなで考えようっていうふうに言うとですねなんかちょっと逆にリアリティを失うんじゃないかっていうふうに思うことがあります。で今日お話聞いてて、そのことをちょっとまた思い出したっていうことです。ただ堀さんが指摘された3つの点については全く基本的には同意するところであってこの問題をみんなで引き続き問題意識を共有していくことは大事なことだと思います。以上です。長くなってすいません。はい、はい、あと皆さんのお話を聞きましょう。板垣さん、板垣ひよこさん、今日の堀さんの話を聞いての感想なりコメント、板垣さんからも。はい、すみません、ちょっと映像がうまく出なくて、国会議員をされていたお話とその後その前後のそのこう目が不自由でいらっしゃるのにその保育士さんのお仕事もされたとかすごく興味深く聞かせていただきました。で私もここの去年からその浅野先生の聞いてての優生思想っていうところで実は私の自分の年上とは恥ずかしいんですけども今年で還暦なんですが私の世代って実はその、国語算数理科社会の勉強がすごく厳しかった世代でいわゆる共通一次世代っていうのの、もう誰もこの単語を使う人いないんですけど、世代なんですね。で、私の世代の多くが、実はその、もう誰もこの単語を使わないけど、あるその宗教団体で人を殺すことに関わった人もいたりして、私自身もこう、優生思想っていうことの中に、こう、私も人の役に立ちたいなと思いつつ、自分の親が割とこう
長く病んでいる人たちだったので、そのバランスをどう取ればいいのか悩みながら生きてきたところもありまして、こう人の仕事としては看護の仕事はしてるんですが、人の世話をしつつも自分の親をずっと世話をしてきた立場なので、こう肯定的に生きるっていうことが難しかった時期も確かにあるんです。だから私もその健常者って言葉は自分自身もすごく引っかかっているし、障害者って言葉もどうしても職業柄使うんですけれども、こうあまりいい言葉じゃないなって思いながらやりまして、今日のお話を聞きながら、そのすごくご苦労なさった、堀さんの人生を聞きながら、私自身もこう他人を責めるよりは自分のこうの中のいろんなこう葛藤を抱えながら生きている一人の人間として、こうすごい欠点、私も欠点をたくさん抱えてるんですけれども、その大きな犯罪を犯した人を責めておしまいではなくて、やはり皆さんがおっしゃるように、そういう人をこうできるだけ生まないような、今どうしても多様性とかダイバーシティって言葉がとても便利になって皆さんお使いになるし、私も使うんですけれども、そのこう違いを理解するっていうのは実はかなり難しいことなんで、でもそれをやっていきながら生きることが大事なんだなって改めて思わせていただきました。どうもありがとうございました。堀さん、なんかこれにありますか、北垣さんの今先ほどからもその優生思想の問題、内なる優生思想というのを考えたときに、私はその内なる優生思想を持っている人者たちは、その劣勢という劣等という裏返しとして自分の自己満足的に優生思想を持っているんではないかって考えるんですね。つまりその優勢である自分が劣勢、劣等、落ちる、転落することに対するその無意識の潜在的な恐怖感というか不安というものがあるんだろうと思うんですね。そういう意味では優勢意思を持ったものが本当の優勢だけの意識じゃなくて、裏返し、それから劣勢というところに対する不安、恐怖ってあると思うんですよ。そういう意味で優勢思想を勝てる場合には、自分がなぜ優勢思想を持つかというと、それは転落、劣勢、劣等になりたくないというね、そこの側面をやはり自分の中で深めていくことをしないと、私たちはやっぱ優勢思想の呪縛から解き放たれないなというふうにこう感じて、流れ聞いてました。はい、ありがとうございました。三上さん言ってみますか。三上さん、初めてこれ当てるんですけど、三上俊二さん、あまりこちらの方面は普通は考えることないかもしれませんけども、はい、話を聞いて、三上さんの話もちょっと聞いてみたいなと思った。いや、僕はもう全く専門外で、はい、今のお話ですごいただただ勉強になりましたね。優生思想って、そうですよね、やっぱりどっか誰にでもあるんじゃないでしょうかね。それはやっぱり生まれつきっていうよりも、育っていく教育の中でね、やっぱりそのジェンダーと同じですけど、知らず知らずに、誰でも身についてしまうと。やっぱそれは基本的に教育のですね、どっかに欠陥があるんじゃないかなと。うん。まあ、ちょっとそんなふうに思います。はい。あとね、名前だけ今日出てる人で当てていいかなと思いながら、どうだろう、ちょっと。わかんないんですけども、名前出てるんでちょっと呼びますけども、寺島正宏さん、ちょっと顔出して声出して今日の堀さんの話について
聞いてらして、なんか感じるところ、ご意見、お願いします。寺島さん。あれ聞こえてないかな、寺島さん。あ、いた。はい、寺島さん、ミュート外してください。寺島さん、ミュートを外してください。声を出すために寺島さんの声を聞きたいので、ズームの、ミュートっていうところをクリックして、ちょっとダメかな。はい、すいません、ちょっとうまくいかないんで、古田信子さんにお願いします。古田さん。あれ、これも応答なし。それじゃあ、武田和光さん。あれ？みんな応答なしだ。今、堀さんは品川区にお住まいですから、はい、品川区の人もちょっと関心があって、これ入ってきたのかなと思って。さっきの寺島さんは、品川区の視覚障害者福祉協会の会長なんです。あ、そうですか、そうですか。ぜひお話聞いてみたい。親しい関係です。寺島さん、ちょっと、ミュートに合ってるんで、寺島さんは私の声聞こえますか？聞こえたら手を挙げてみてください。はい。そしたらね、寺島さんの声は私の方に聞こえないんです。寺島さん、誰か手伝ってもらって、ミュートっていうのを外しても、近くに誰かいませんか？いない。それじゃあちょっと、堀さん、うまくいかないね、これ。ちょっとごめん。そうですね。はい。じゃあ、正田洋さんが今、顔を出してくれたんで、これなんか、いいんじゃないかなと思って、正田さんどうぞ。あ、こんばんは。私もちょっと遅刻して、お話を全部聞いていませんが、堀さんがおっしゃっていた、すみません、正田さんはどういう人ですか？あ、私は品川区の精神障害者の家族会をやっています。カモメ会と言います。カモメ会。はい。カモメ会の会長をしております、正田と申します。はい。はい。ただ、子供は、重複の障害でして、車椅子にも乗っています。はい。それで、施設に入った、障害者が、地域に帰ると。いうお話をさっき堀さんがしていただきました。で、その話ですごく興味深かったのは、一回5年ぐらい施設に入って、その後みんな平等にっていうわけじゃないかもしれないけれど、帰れる人は、自分たちの、育った町に帰ってこれるというのは理想ではないにしても、ずっと町で育つ以外の勉強も障害者もできるし、なおかつ自分の地元に再び帰る中で、地元の良さ、また施設の悪さだけじゃないと思うんですね。施設にもいい職員の人もいるかもしれない。そういう部分が例えば、5年とは限らなくても、そういう施設と地元を行ったり来たりするっていう、そういう施策があったら、すごく障害者の未来が、とりあえず開けるような気がしました。そんなところでよろしいでしょうか。正田さんの今、お子さんはどうしてらっしゃるんですか？今、1年2ヶ月ぐらい施設に入っていまして、
自宅を、グループホームに変えて、地元に帰ってくるという運動をしています。あ、今それの準備段階みたいなもんなの。そうです。あ、そうですか、はい。堀さんにも応援していただいています。あ、堀さんにも応援していただいています。あ、そうなんですか、はい。ということですね、堀さん。はい、正田さんお仲間なんですね。すごいんですよ、正田さんは今住んでいる十何年前ですか時から、はい、グループホームにするためにしっかりした家にしてるんですね。エレベーターつけたり、お風呂も解除です、入りやすいしたりですね。でバリアフリーしたり、すでにもうグループホームにいつでもできるようにそもそも家を作っているということはすごいことです。いえ、まあ、たまたまなんですけど。たまたまでそんなことできないですよ。あ、でこれからオープンにするんですか。今いろいろにそれにオープンするについての障壁もあるもんですから、うん、お役所の壁もあれば町会の壁とかいろんな壁を乗り越えるために勉強をしたり、あと助けてくれる人たちにお願いをしたりしています。はい、時間がだんだん迫ってきたんであとお一人ぐらいになると思うんですけども、武田さんさっきちょっと声かけたんですけども出てこられなかったんです。あ、大丈夫ですね、はい、じゃ武田さん。はい、こんばんは、すいませんでした。先ほどはちょっと iPhone でちょっと動きながら参加してたんで、ちょっと参加できなかったんですけども、慌ててちょっとまたパソコンの前に戻ってきました。堀さんのお話、私も今日武田さんはどういう方。はい、私は新潟県新潟市で、うん、障害者の基幹相談支援センターっていうところの今も現役の相談員をさせていただいております。はい、奥間さんの縁日の会に前々からちょっと参加させていただいていて、で奥間さんから のお誘いでこの会を知って、で4回前ぐらいからでしょうかね、参加させていただいてるんですけども、はい。新潟市は障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例という、まあ、差別解消法を市町村で補う意味での市町村条例をなんとか、まあ、それこそ堀さんと同じ全盲の視覚障害の、新潟市には青木学さんという市議会議員がいるんですけども、まあ、市議会議員 の発案で、なんとかいろいろ運動しまして、作りまして、まあ、今回差別解消法が民間の企業も法的な義務が課されますことになりましたけれども、まあ、条例、新潟市の条例は、発足段階からもう7年、平成27年ですから7年前になりますが、民間の法的義務を、その段階から、定めてですね、動いてきたような経緯がありまして、当事者の方がやっぱりその政治に参加する、まあ、中心にこう参加することの意味っていうのがですね、非常に大きいということをこう肌で感じて来ておりました。まあ、当事者の方々と一緒にこう運動していくってことを、まあ、今もなんとか続けて、さらに進めていけないものかということでこう、まあ、現場の方でまあ、うごめいてるというかいう感じの状況です。はい、ありがとうございました。現在進行中ですね。はい、はい、そうですね。はい、ありがとうございました。これで時間になりましたので、最後に堀さん、はい、皆さんのお話、まあ、いろいろご意見などいただいたんですけども、それも踏まえて、はい、今日のまとめを一言お願いして、これでお開きにしたいと思いますが、はい、やっぱり障害者が置かれている今の社会の環境、あるいは障害者が抱えているさまざまな問題というのは意外に分かりやすいんだけれども意外に解決しにくいなというのをつくづく感じました。でそういう意味では足元のところでやっぱり自分たちから何かをこう変えていくってことをしないと国や行政頼りでは一歩も進まないなというのをつくづく感じておりますので、やはり自分たち一人一人が
一緒になって何をするかというそういうやはりこうことを共通認識しながら行政を国を動かしていくという、まあ、そんなところに落ち着くかなというふうに感じました。はい、ありがとうございました。それでは、今日のミラクルテレビ今障害福祉を考える堀さんを迎えしての番組をこれで終了させていただきます。ちょっと始まるのが遅くなってしまったんですけども申し訳ありません。私のせいではないんです。うん、ですけども、はい。それからちょっと次回自治会の一応アナウンスっていうかさせていただいて、次回は6月の19日です。で、中西庄司さん、ご存知の方はご存知だと思いますけれども、日本の自立生活運動、今、自立生活センターの、代表をやってますけども、八王子で、その、まあ、レジェンドですね、中西庄司さんに来ていただきます。それから、その次の回、7月3日は、これもご存知の方もあると多いと思いますけど、福島聡さん、盲老ですね、盲老で、今、東大教授ですけども、福島聡さんが来ていただけることになりましたので、まあ、次回、その次もいろいろ面白い展開になると思います。はい、それでは皆さん、今日のところはこれで開きということにいたしますので、今度は会うまでお達者でーす。ありがとうございました。皆さんもまた出てね。はい。それじゃあ、私は消えます。